ミルク？おかゆに？ほい、それじゃあ今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション入ってこう。お、なんか友達マークいっぱいあった。怒ってらっしゃる。シンくんと喧嘩中かな。お、こっちにも中村さん。じゃあ中村さん入るよ。なになに、なんか腕鳴らしこんにちは。こんにちは。ライのこともよく知らないのですが、私とライとは気が合いそうですか。どうやろ、わからんけど、とりあえず相性バッチリって言っといて興味を持ってもらおう。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。なんだあって言うの忘れてたとか、そういうこと。ほい、それじゃあちょっとお腹が空いたので、フライパンで何かを作っていただきたい。中村さんは結構お腹いっぱいみたいやけど。やっぱり新米は味が違うよ。おお、ご飯を使った料理？味付けには自信があるよ。チャーハンとかかな。なになに、どんなの？お、にこやか。ミルクたっぷり、おかゆ。召し上がれ。ミルク？おかゆに？へぇ。いやー、ちょっとミルクは入れないでいただきたいかな。お疲れ様でした。どうも。てか私、おかゆが好きじゃないんよね。なんか味せんやんか、ほとんど。それ最近なんか、鮭茶漬けだとかいろいろあるけど、でもなんかイメージ的にね、病気の時でも私は増水派だからな。ほい、それじゃあ、のつきちゃん入るよ。こんにちは。こんにちは。どうしても使えないことがあるので、屋上に来てほしい。その手紙を受け取りました。誰やろうね。誰が書いたのかわからないのですが、行った方がいいでしょうか。うん、行った方がいいよ。気になるし。確かに気になりますもんね。うんうんうん。いつも勢いよく入ってくるよね。ん？ココちゃんじゃない？もはや後ろ姿でわかるっていう。私、こう見えて猫背なんです。はあ。てか、ほぼ見えてますよね。なんかサングラス上の方についとったし、ヒゲあんだけしか生えてないし。あれは誰だったんでしょうか。ココちゃんだよ、なつきちゃん。わかりませんが、ともかく言ってみてすっきりしました。すっきりしたかな。こう見えて猫背なんです。どう見えてると思ってるんだっていうね。自分も認めてくれる人と仲良くなりたいです。あ、まあそれはあるよね。自分のこと認めてくれん人とはとりあえず一緒にはおれん気がする。ほい、それじゃあ唐揚げでも。いただきます。だってあんた無理やわーっていう人と一緒に言って楽しいと思わんもんね。お、結構美味しかった。よかよか。よかよかやって。誰？よかったよかった。なんか人間にはみんな自己承認欲求があるみたいなのを聞いたことがあるよ。おお、なんか病んでる。入るよ。どうした？お腹痛い？風邪？なになに？大丈夫、私が薬を持ってるから。なるほど、お腹ね。ほら、胃腸薬49個もあるけん。どうぞ。どう？聞いた？穏やかな効き目がお腹を癒します。お、よかったよかった。ブーム。何がブームなんやろうね。ブーム、わからんけど。でも最近あれやん、コップのフチ子さんがなんかね、まあ前から人気あるけど、注目されとるやん、なんか改名したのでね。ほいほい。だって改名が発表された日、なんかほぼ一日中ぐらいトレンドに乗っとったよ。みんなの反響がすごかったんやね。お、美味しかった。よかったよかった。
ほい、それじゃあ友達マークとかハートマークはないのか。ハートマークは情けだな。あ、投げ合いに発展している。ほい、それじゃあシュリカちゃん入るよ。何、ちょっとなんかちょっとおばあちゃんみたいな感じになっとったけど。どうもです。どうもです。アズマのそっくりさんがゲームって好きですか？好きよ。てか好きじゃなかったら多分今この画面を見ていない。このゲームも大好きですのね。そうそう、当然ね。ゲームのキャラにそういう質問をされるとね。この前チャーリーが階段でこけてるのも見ました。マジで助けてあげた？笑い飛ばしたかな。ほい、それじゃあカビタパン、カビタパンは何でもいいのでって言われた時に渡そう。ほい、宇宙食いただきます。どうぞどうぞ。どう？おう、美味しくなかった。こんなに美味しくなかったっていう人が多い中、アスムはなぜこれが大好物なんだろうか。おかしくね。お、チータンくん入るよ。なんか夢の中やけど、じゃあちょっと覗かせていただこうか。ん、これは、おお。びっくりした。てか、あの抑揚のないうわーって面白いよね。どういうわけか、お宝マンホールの蓋を開いました。マンホールの蓋ってあれかな、高いんかな、なんかよくわからんけど。いえいえ、なんかたまにマンホールの蓋盗まれとるとことかあることない？いや、私は見たことないけど、ニュースでね。すごく仲がいい友達だと思っているのですが、僕とKOKOのこともどう思いますか？あんまりなんか一緒におるイメージとかないんやけど、仲のいい友達って思っとんならきっと相性バッチリなはず。うんうん。僕は声が大きいので内緒話が苦手です。まあ、内緒話をするときは周りに人がいない場所に行ったらいいんだよ。まあ、いちいち移動するのめんどくさいけどね。お、サク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 、早いね。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で Wii U をどうぞ。道具 Wii U をプレゼントしました。遊んでね、それで。お、早速ゆうくんが来とる。何ゲームなんだ。いいねいいね、ゲームしながら背中に任天って書いとるっていうね。はい、それじゃあリカちゃん入るよ。どうもどうも。バンバン友達マークついてくね。ね、だよね。チャーリーさん、チャーリーさん、相性バッチリのはず。うん、仲良くしてね。レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で携帯電話をどうぞ。道具、携帯電話をプレゼントしました。なんかせっかちそうやのに待ち合わせの時間には遅れるんや。なぜ？急いであげて。ほい、カス汁をどうぞ。ほいほい。どう？美味しい？まあまあ美味しかった。ほい、それじゃあそろそろあれやね、秋とか冬になったらスープが飲みたくなる季節よね。お、なんかみんなでこれちょっとずつみんなずれとるよね。あ、でもあれか、てっちゃんともかたんは会っとったかな。ほい、それじゃあライチちゃん入るよ。なんかこういう素朴な感じの場所でさ、すごい激しめの曲を聴くんやね。ゆったりした音楽とかないんかな。かわいいでしょ。かわいいよ。何か冷たいものが食べたいです。お、冷たいもの、アイスとかかき氷とかかな。それじゃあかき氷をどうぞ。いただきます。ほいほい。どう、おいしい？
すごく美味しかったようです。おう、レベルアップ。はい、それじゃあ道具で、何がいいかなあ。釣り竿、ほい、どうぞ。道具、釣り竿をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なになに。実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。友達は多ければ多いほど楽しいです。ね、多ければ多いほどなんかいろんなこともできるしね。そういえばかき氷ってさ、なんかいちご氷とかあるやんか。凍らせたいちごをなんか削っていくみたいな。お、みくるちゃん。私的にはね、普通のかき氷の方が好きなんやけど、なんか酸っぱいやん、ちょっと。ほっといてください。なんでもなくないよ。よし、誰だ。ハットくん。いいやん、ハットくん今一人やろ。手伝うよ。もうなんかハットくんといえばなっちゃんのイメージがすごくあってさ。じゃあ歌で。告白する場所はどこがいいでしょうか。告白する場所は、じゃあちょっと公園で。その前に着替えた方がいいですかね。着替えなんか他にあったかな。ちょっと見てみよう。レース編みベストワンピ。ちょっとこっちのふわっとした方がいいかな。そしてまあこれでいっか。それでは勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい、見守っとくよ。インカムまでつけて歌で告白、ミュージカルやな。見つめていたのこの木の陰から、ベンチに座るあなた。私が作る。うわ、続く。お弁当は始めましょう。二人のピクニック。これってどういう気持ちで聞きよったらいいんやろうね。終わりです。終わりです。どうでしょう。どうでしょうって聞かれても困るよね。おお、オッケーやった。マジか。でもこの告白で振られたらもう立ち直れん気がする。おお、よかったね、みくるちゃん。勇気を出してよかったよ。うまくいきました。レベルアップ。よし、ということで道具、鏡を、ほい、道具、鏡をプレゼントしました。お礼にこれをあげます。ほいほい、何。実用品、一応役をもらいました。ありがとう。私、年上からの受けないんです。おお、マジか。あーでもね、ツインテールやし、そこ関係あるかわからんけど、あれやん、ツインテールってちょっと童顔の子とかがするやん。童顔の子って年上受け良さそうやし。いただきます。ほい、どうぞどうぞ。ベーコンよ。お、すごく美味しかったようです。よかったよかった。お、またまたレベルアップ、最強やね。ほい、それじゃあシャボン玉セットを、道具、シャボン玉セットをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なになに。実用品、使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。もうみくるちゃん、あんな告白までしてさ、もうあれ以上に恥ずかしいことはきっとないよ。大丈夫、何でも乗り越えられる。ほい、それじゃあ募金を募ります。みんなじゃんじゃん入れてってね。じゃん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 。今日は 27,100 円集まりました。なんかさっき見て思ったけど、みくるちゃん、アリスちゃんと同じ格好やったね。インカムまで。ほい、そして夜市来たぞ。夜市、お客さん、ずんだめししてみない。おお、おお、一瞬買おうかと思った。じゃあ買います。福袋を買ってあげますか。ほい、はい、どうあり。よし、そして中身確認。一つ目の中身は、おお、インテリアスチームパンクスタイルが入っていました。ここ吉原くんと一緒やっけね。早速インテリアや、幸先がいいぞ。二つ目の中身は、おお、服、ヒッピーの服が入っていました。ヒッピーってさ、
なんか何やろ、昔の映像とかなんか振り返るときに聞くことあるんやけど、よくわからんのやけど、ヒッピーって何やろ。3つ目の中身は何、昭和時代とかそういうの。お宝、鍵盤ハーモニカが入っていました。オッケー、ありがとう。ピンクの鍵盤ハーモニカかわいいな。なんか基本的にみんな黄色やったけんね。ほい、それじゃあミーニュース見てこう。お願いします。巨大ブランコが完成。綾香山綾香公園。この巨大ブランコはロープの長さが60m。 やばいね、あれやん、ハイジ、ハイジできるよ、ハイジオープニング。死ぬかと思った。何それ。この島までいますってことですね。まあね、はい、文字のいいニュース。なんかすごいしょうもないニュースが取り上げられたりとかするけん、きっと平和なんよ。ほい、それじゃあ一軒家見てこう。ケンくんとリンちゃん、みんな家におるね。結構この構図よく見るんやけど、お客様を地面に座らせるっていう、それは変わらないのね。もうまた、こっちに関してはさ、ソファー隣空いとるんやけん座らせてあげればいいのに。隣には旦那を座らせると。なんだなんだ、ボクシングかなんかかな。じゃあちょっとお呼び出しを。ね、手動いたまんまやけど。どうもです。どうもです。ユニコーンとデートしたいのですが。おー、デートね。試合見よったんじゃないん、大丈夫。んー、じゃあ浜辺で。いいですね、準備していこうと思います。いってらっしゃい。ユニポンちゃんはマンションにおるんかな。よし、様子を見に行こう。あ、釣りか。なんか釣れるかな。ユニポンちゃんにいいところを見せてあげて。寄れる？てか、なんかめっちゃ足音聞こえるの気になるんやけど。引いてない？引いてないんか。お！来たよ来たよ来たよ。お、カニ！カニ釣れた、カニ！落ちたよー。ユニポンちゃんのびっくりした顔。なるほど、釣れるものがいろいろ変わるんやね。じゃあちょっとそろそろ二人を仲直りさせよう。ケイくん入るよ。腹の立つことがありました。うん、シンくんと物の投げ合いしてるのを見たよ。ほらほら、落ち着いてね。ココナッツとかどうすか。いただきます。私は好きじゃないけど。どう？おう、美味しくなかった。ということで、さあ、シンくんのご機嫌を取りに行こうか。今ちょっと不機嫌です。ね、ケイくんも言ってたよ。ほらほら。ということで、洋梨とかどうすか？いただきます。ほいほい。さあ、機嫌を良くなれ。おお、結構美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあ、どうだ？てか、みんな家に鍵かけてないもんな。なんかお客さん普通に入ってくるよね。許しません。早いよ、ケイくん。考えて。もうちょっと考えよう。何、そんなに許せなかった？うまくいきませんでした。そういうこともあるさ。気にするな。人間だもの。人生、そううまくいかないものですね。まあ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 。
そうやね。ほら、ちょっとさ。ちょっとさ。どうかな。友達とかに会ってきたら。ほらほら。どんな写真を撮ってきてほしいですか？そうやね。いい景色でも見に行けばいいんじゃないかな。わかりました。ちょっと撮ってきます。行ってらっしゃい。綺麗な景色を見て癒されて。こんなのが撮れました。どれどれ、うつむきすぎだよ、大丈夫かい？リス、景色ではないな。超リアルなんですけど。でも癒されたんやない？超かわいいよ。予定通りの結末です。予定通りの結末？何、あのリスに何があった？あのリスに何があったのよくわからないんだけど。確かに完璧ではなかったです。あ、ここは励ます意味で100点にしてあげた方が良かったんだろうか。100点って言ってあげたら落ち込み度もうちょっと減っとったかな。めっちゃドヨーンってなっとる。あれから一切顔が見えない。ほい、それじゃああやちゃん入るよ。どうもどうも。こんにちは。こんにちは。友達も紹介したいのですが。おー、いいねいいね。紹介するのはどうでしょうか。あおちゃん、いいんじゃない。二人が仲良くなるにはどんな話をすればいいでしょうか。ね、じゃあ趣味の話。わかりました。では二人も呼んできます。うんうん。友達を紹介するのにも会話の内容って選びよったんやっけ。お、盛り上がりよる盛り上がりよる。いいねいいね。お、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。友達になってくれました。いえいえ、よかったね。友達と友達がつながって。お礼にこれをあげます。なになに？実用品毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。ドアと親友になれたのは一つの奇跡です。奇跡、いいね。そういう奇跡大事にしていかんと。ほい、それじゃあこれ作ってもらったお粥なんやけど、なんかミルク使っとるらしいよね。どうやろう。おー、結構美味しかったんや。なんか美味しかったって言われると食べたくなるよね。きっと合わんのやろうけど。ほい、それじゃあルカちゃん入るよ。ライ君と何をそんなに語り合いよんやろ。なんか二人とも音楽好きっぽい感じに見えるよね。こんばんは。新しい靴が欲しいです。おお。できれば涼しげなのがいいんですが。涼しげなのか。それじゃあ何がいいかな。涼しげ。チュニックレギンス。この辺涼しげやけど。フリル T シャツ。じゃあとりあえずデニムのミニスカート、重ね着してタンクトップにデニムのミニスカートがとっても爽やか。涼しげで爽やか、いいじゃん。今のイメージとだいぶ変わるけど。超スポーティーやね。このままなんか走り込みに行きそう。すごく気に入ったようです。お礼にこれもあげます。なになに？実用品風邪薬をもらいました。ありがとう。自分の部屋ってやっぱり落ち着きますね。まあね、自分の部屋が一番落ち着くよね。考え事とかするのにも。一人の時間って大事って言うし。まあなんかここは二人でおるけど。ほい、それじゃあサクチン入るよ。うたた寝中？は、は、おはよう、サクチン。暑いんでしょうね。うん、暑くないよ。悩んでいる時に使う言葉を教えてください。悩んでいる時に使う言葉、やっぱよね。安定のよね。でいいですか？いいよいいよ。はい、わかりました。来月
ももうほとんど埋まってます。マジで？いいね、サクチンパリピやね。やばいね。ほい、それじゃあアボカドとかどうすか。いただきます。女の子好きやろアボカド。お、結構美味しかったようです。やっぱ好きなんやな。何にでもアボカド使うもんね。サラダにも使うし、ファストフードにも使うし。ほい、じゃあゆなちゃん入るよ。何、どうした？なんか嫌なことあった？新しい服が欲しいです。おお、新しい服。セクシーなのがいいんですが。セクシー、セクシーね。どれかな、セクシー、セクシー。ヒョウのトレーナーとか別にセクシーじゃないよね。セクシー系とかないんすけど。あ、こっちは、こっちの方があるかもしれん。ね、セクシー、セクシー、腰身の、腰身のですか。腰身のセクシーかな。この辺の可愛い系とか。リゾートの水着、腰身のかな。いや、ちょっとそれはやめとこうか。サリー、戦隊ものヒロイン、キュートって書いてるもんね、これ。グループ衣装、愛らしい。こっちの方があるかな。セクシー。いや、やっぱユニセックスものにセクシーはないか。セクシーはないか。それじゃあこっちで。ま、これ？ちょっと大人っぽい感じやん。どうよ。お、結構気に入った。よかったよかった。ダメかなと思ったけど。はっきり言いすぎて、たまに人も傷つけてしまいます。多少オブラートに包まんとね。ね、ちょっとその帽子似合ってないよ。服にね。その服には合ってないかな。ま、でも気に入らんかったら外すやろ。ほい。じゃあポテトをどうぞ。いただきます。ほいほい。どう？お、結構美味しかった。よかったよかった。レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、携帯電話をどうぞ。道具、携帯電話をプレゼントしました。ほい、そして、琴葉ちゃん入るよ。いつ見ても寒そうなんですけど。お久しぶりです。お久しぶりです。お腹が空きました。お腹空いた？それじゃあ、お腹空いたって言われてフグ刺しを渡すこの豪華さ。どうぞどうぞ。どう？お、すごく美味しかった。よかったよかった。でも三色団子には負けるんだね。なになに？実用品、使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。人からもらえるものは何でも嬉しいです。あ、それは思うよ。まあ、使えんものとか、すでに持っとるものとかあるかもしれんけど、でもなんかそれを選んでくれたっていう気持ちが嬉しいよね。誕生日とか、クリスマスとか、いろいろとプレゼントをもらう機会はあるけど。ほい、じゃあ、ティナちゃん入るよ。旅の途中ですか。アユナのそっくりさん、2週間ぶりですね。お久しぶり。変顔も練習したので、見てくれますか？お、いいよいいよ。会わない間に変顔の練習を。いいねいいね。いかがですか？でも、寄り目スタイルってみんなあんまり顔変わらんよね。楽しんでもらえて、何よりです。ほいほい、よかったよ。私も本当に理解できる人はなかなかいません。マジで？難しい性格なん？まあでも本当に、本当の本当に、人のことを理解っていうのはなんか、できんような気もする。ほい、肉まんどうぞ。いただきます。ほいほい。どう？お、結構美味しかった。よかったよかった。肉まんいいよね。今度食べようかな。
はい、それじゃあ、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。こんな地べたら寝たら冷たそうなんだけど。